MG 小太郎とエールマサの笑う方にはグリーンズ。今日もよろしくお願いします、はい、今日は菅野一成さん3部作最終日最終日菅さんの話、はい、もう面白いですね、はい、今日まずは3部作まずは3部作でね、菅野チャンネルになっちゃいそうですかね。菅野チャンネルになりそうなんで前回あの婚約の話でしたっけね。そう、婚約合宿の条件が菅野さんね、はい、その自分がね合宿するとき婚約じゃないとやりたくないって、唯一の条件が婚約だったんですね。婚約じゃないとやりたくない、はい、なかなか厳しい条件で、はい、そうで、まあ、本当に婚約でワークしたんですよ。でもそれはすごいですね。女子たちはタオル巻いて、あ、そう、本当マジですごいですね、はい、女性もいたんだよね、はい、すごいですね。でその、はい、来た時に婚約会場の時に、はい、菅野さんが言ったセリフがね、はい、あ、でその日に、はいはい、ゲストで心理療法家の鈴木健二さんが、はい、うん、結構豪華なゲスト呼んでたんですよ。ゲストがまた豪華ですね。健二さん来てくれたんですよ、はいはい、で健二さん、はい、よりによって、はい、右手に、はい、あのビデオカメラを取り付けてあの歩きながら、はいはい、あのビデオカメラをなんか右手に取り付けてきたんですよ、はい、もう完全にヤバい人じゃないですか、それも婚約の状況で完全にね、はい、あので菅野さんが、はい、気をつけてくださいと、はい、彼は盗撮マニアですそれあの知らない人から見て本当にそう見えちゃうからやばいです。全員が信じてました。全員が信じてた。それはまずい、それはまずい。ジョーク分かる、身内だったら分かるけど初対面の人大変ですよ。婚約ツアーでさ、はい、確かにね、偶然さ、たまたま右手にビデオつけてくるんだよ。相当やばいですよね、うん、堂々としてますもんね、しかも俺は撮るぞという感じが現れると思うんだよ。だってさ、はい、今までさ、右手にさ、はい、ビデオ取り、はい、くくりつけてさ、はい、あの歩いてる人見たことない。見たことない、本当に見たことない。それがさ、よりによってさ婚約ツアーの時にすごい持ってますね。やばいですね。ありえない、ありえない、ありえない。完全に盗撮、やばいです、盗撮。私盗撮しに来ましたっていう、どうも盗撮し、盗撮犯ですぐらいの勢いですよね。もう撮影犯ですみたいな感じでやばいですね。あれですよ、集合した時につけたってことですね。そうそう、お風呂でつけてたわけじゃなくて、あの普通の洋服の上につけ、なぜかつけてたんですよね。そうなんでつけてたのも気になりますけど、まあでも、そうそう、巡り合わせましょうね。タイミングいいとか悪いのか。であの、はい、外で、はい、いろいろ、はい、あの観光もするから、あ、なるほど、あのそこで記念にね、鈴木家さんは、はいはい、なんか自分の声が通るように、はい、あの自分専用のマイク持ってきたんですよ。マイク持ってきて、スピーカーがベルトのところに、はい、あのつけてて、ピンマイクで喋ると後ろにつけてた、はいはい、あのスピーカーから声が出るっていうのを自分用の専用マイク持ってきてたんです。マイ TV みたいな感じです。そう、鈴木健二 TV、 もうメカマニアだから。そうなんですね。自分用のそのもうグッズがあるんだ、マイク持ってきて、機械感ね、もう自分用のマイク持ってきてるのに、はい、全然30人ぐらいの時に説明する時に声が聞こえてこないんですよ、はい、え、何でですか？マイク通してるのに。なんで聞こえてこない？全然聞こえてこない。マイクはスピーカーもあるけど、でスピーカーがね、はい、あの後ろの方向いてるからね、はい、声が後ろにダダフレ、ダダフレ、誰にも響かない。知らない人には聞こえちゃう。こんだけ準備しといて、ここなぜあのスピーカーの位置だけが、グッズはいいのにね、物はいいのにみたいな。ケンジさんのお尻にいる、はい、側にいる人しか声が聞こえない。めっちゃ、でも知らない人なんだよ多分。みんな一緒に歩いてるからね。そんな奇跡があったんですね。そうそうそう。それ婚約、一言、婚約って言ったらいろんなも う, もう盗撮マニアが来ちゃったと。気をつけてくださいって菅野さんが。美容のね、もうみんなに、はい、まあ、冗談で言ったのにね、うん、あの初対面知らないから、ね。俺もね、菅野さんに言われて、はい、あのみんな婚約の時にね、はいはい、鈴木さんと翡翠さんに気をつけてくださいって。どうなんですか、もう菅野さんが言って、はい、翡翠さんはメガネをしてるけど、はい、メガネを外して、はい、外して、はい、見えないよってふりしてるけど、今日はコンタクトしてます。手の込んだね、手の込んだメガネを外して僕は何も見えないよって言いながらコンタクトしてますから、女子の皆さんだけは気を抜かないでください。もうじゃあ知らない人から見たらやばい2人が来ちゃったみたいですよね。完全に目合ってそっちじゃんみたいなね。ちょっと微妙な気持ちありますよね。冗談なのかなって思いますけどね。まあ、関係性が仲いいからできるあれですよね。いじられて、はい、楽しく。で、まあ、でもね、はい、その婚約のに行くのにバスをチャーターして、はいはい、5時間乗るの。もうね、5時間かけて、うん、群馬の、ね、行くって相当さ、ね、なかなかなかったんでしょうね。やっぱりで行くのに、はい、5時間かかるから、はい、5時間の間、はい、もったいないから、まあそうですね、5時間バスの中で講座をしてくださいって頼まれた、はい、確かに移動時間を有効に使いたいですよね、うん、それは俺と菅野さんと柳田君と、はい、その鈴木健二さんのワークショップ、まあ、セミナーをバスの中でやるって、5時間あるから豪華ですねそれは。で9時集合の時に菅野さん来ないの。
どうしてですか。待ち合わせ場所に来なかったんですか。で、はい、電話したら、はい、その電話で起きた。モーニングコールでちゃったんですか、うん、集合時間の。いや、坊主くんが電話したら、はい、その電話で起きて、遅刻しちゃったってことですか。遅刻なんですよ。もう間に合わないんですよ。間に合わないですよね、確実に。9時出発の。でも9時に起きちゃった。だって9時集合の時間に起きちゃった。出発の時間に起きちゃった。しかも電話かけたってことはちょっと遅れてかけたってことは、もう過ぎてるってことですよね、集合。そうなんですよ。あ、それは間に合わない。自分で、まあメインですもんね、メインの一人がいないと、うん、そう有識自体じゃないですか。だからもう、はい、はい、主役がいないからね。そうですね。その俺とね、はい、まあ、みんなで、はい、その菅野さんのいない穴をね、なるほど、バスの中で頑張ってチームワーク、はい、俺なんかバス酔いめっちゃするのに相当きついですね。じゃあしゃべって前後ろ見て、そうなんですよ。いや、そう、頑張りましたね。頑張ったんですよ。めっちゃ頑張りましたね、うん、言わなかったんですか結果的には。もうね、はい、菅野さんのいない穴をね、はい、なんとどうしてたんだ、なんとかエースの穴を埋めようみたいな感じの、うん、まあ、はい、でその時に、はい、まあ、その時も鈴木健二さん右腕に、はい、まあでしょうね、でしょうね。だってずっとつけてるんですよ、バケツ。基本的に何撮ってたかは分かんないけどね、バスの中では。で、その、はい、で、まあ、バスの中で5時間かけて、はい、まずはある程度近づく行ったら、そこで、ね、バーベキューをするっていうところ。楽しそうですね。そう、バーベキューをするっていうところまで、はい、うん、そのでバーベキュー会場の直前で、はい、ようやく菅野さんが新幹線に追いついて、ようやく、はい、ようやくもうセミナーも5時間経って、なるほど、もうほぼ会場に近いところのバーベキュー会場でようやく乗ってきたんです。あ、よかったですね。でも、はい、間に合いました。もう僕らね、菅野さんがいない穴をもうみんなチームプレーで頑張ってね、もう安心ですね、うん、もうようやくやっと来てくれたみたいな、やっとヒーローみたいなもんですよね。そうで菅野さん来てね、はい、菅野さんがもう遅刻して、はい、バス乗ってきた時に言った一言がですね、はい、もうすごい一言なんですよ。どんな一言なんですかね。皆さんたちね、はい、人生でね、はい、いろんなしでかしてしまうことってあると思います、まあ、ありますね、はい、うん、はい、今回みたいにね、うん、その合宿にもかかわらず、はい、僕は遅刻してね、うん、そうですね、でそういうこととか、はいはいはい、人生でやっちゃうことってあると思います、うん、ありますね、はい、です。あ、遅刻しちゃって俺ってなんでこんな大事な時に遅刻しちゃったんだろうってね、はい、自分を責めたりすることってね、うん、なるほど、あると思うけど、ね、そんな必要、はい、皆さん一切ありませんからね。待って本人がいたってこと。送ってきた人がいて、さすがですね。しかも元気に、元気にね、さすがですね。自分を責める必要、ね、はないって一切ないですよ。でもそれ体現してるわけですね、うん、もはやもう僕はね、はい、この新幹線でね、はい、新幹線って電車でね、はい、来る間ね、はい、ジャンプを読んでどんなに焦っても電車は速くならない。まあ確かに。だから僕はここに来る間、はい、ジャンプをね、はい、ニコニコ読んで楽しみながら来ました。なるほど、子供のようで来ます。少年のようで、ピュアな心で。なるほどね。僕はここくらいだね、はいはい、ジャンプ読んで楽しんできました。みんな待ってね、うん、待ってますけど、意外とね、はい、自分ね、皆さん自分を、ね、責めることあるけ ど、 なるほど、そんな自分を責める必要はね、うん、一切ありませんからね。なるほどね。って言ったら、はい、その日一番の大爆笑の。いや、でもそうですね。それすもうだって迷いがないですもんね。それね、生き方がそうってことですね。もううちらね、はい、もう菅野さんの穴を埋めようと、ね、確かに5時間、ね、頑張ってたのに、バス酔いこらえながら全部菅野さんに持ってくる。さすがですね、菅野さん持ってくる。いや、すごいですね。もう 100% ですね。もうその菅野さんはもうさすが。そうね、婚約、はい、の事件はちなみにそういうことなんですね。婚約で自ら遠いところになっちゃったけども、うん、その遅れてきても責める必要はないよということ。責める必要ない。でもなんかそこまで言うと清々しいですね、なんか言ってもらえると。菅野さんその仕事さ、うん、バーベキューと混浴には間に合ってる。確かに、そうか、自分のポイントを抑えてるんだ。そうそう、確かに美味しいところバーベキューと混浴間に合う。しかも移動めっちゃ快適。ジャンプ読んで、バスだとね、読めないからね。みんな自分を責める必要一切ありませんからね。さすがですね。でもそれすごいですね。すごいよ。もうやってることと言ってることは一致してますよね。もうなんか、うん、素晴らしいですね。そうなんだ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。大好きです、菅野さん。でもメッセージ告白聞いてないかもしれないけど。MG 小太郎とエール・マサト、笑う門にはグリーンズ。ありがとうございました。ありがとうございました。